はい、ソロリでーす。ということで、今回はサバイバーを、やっていこうかなと思います。で、今現状、ランク9なんですよね。サバイバーやってないんで、自分キラー戦なんで。で、まあ、いつもはね、赤ランクまでサバイバー上げてたんですが、この前の、リセットぐらいかな。まあ、ランク5で、紫帯で終わっちゃって、現在こんな、ランク落ちちゃったんですよね。まあ、もう上げるの、いいかなっていうサバイバーに関しては。まあ、マッチングも遅いんで、で、まあ、スキルレーティングも始まるんでね。まあ、同じ人、ランクの、あれじゃなくなるんで、同じ強さの人と当たればいいなっていうのを期待してるんですけどね、スキルレーティングで。まあ、このランク帯だとね、やっぱり、味方の人がやっぱ放置したり、まあキラーもそうなんですけど、多いんですよね、やっぱ。ランク9とか、このあたり。まあ初心者の人とも当然マッチするんで、今ランクでマッチングしてるんでね、ちょっとそれが、さらにランク上げめんどいなっていう感じに。なっちゃってるんで、まあ、スキルレーティングが始まればサバイバーもやっていこうかなと思います。で、今回アーカイブ、殺人鬼に追跡された間5秒にロッカーに隠れるっていうのがあるので、普段あんま使わない真っ向勝負で、欺き素早く静かにで、まあ、達成できたらなってことで、今回やっていこうかなと思います。で、マッチング長いんでちょっとカットします。ではさあマッチングしたんでやっていきましょう。サバイバーね、ほんとマッチングが遅くて、まあキラーがいないからしょうがないんだろうけど、このマップか、結構ここなんすか、お、いいね。ナースね、このここは結構ブリンクしづらいんで。チャージ貯めるのがね、うわー、これはうまい。結構もう距離取った方がいいんですよね。俺は結構距離取られるのが結構嫌なんで。ここはまあだだっ広いから角の駆け引きもあんまりできないんですよね。あそこの小屋のロッチらへんとかだとできるけど。ありがとう。あ、ちょっと待って。お、ガードしてくれてるのか。
これアーカイブいけたかな。あそこあんのか、まさか。いや、これアーカイブいけたかな。画面突っ壊したから。いや、発電機真ん中どうだろう、偏ってないかな。ちょっとあれ91か。地域はあるのかな。なさそうだ。いや、あんのかな。持ってくる。ここつけて大丈夫かな。あ、真ん中そこ2つ固まってんな。ちょっとやばいかもね。頑張ってほしいな。いやー、ここつけないとやばいね。真ん中固まっちゃう。あのアシュレイが頑張ってくれれば。頑張ってくれ。あのアシュレイにかかってるな、ちょっと。いやー、マジ。ちょっとバベチリ対策して。いやー、つけたいね、ここ。頼む。こっち来んなよ。来るか。朝向きに巻いたか。いや、見られてる。もうちょいなんだよな。オッケーオッケーオッケー。ここつけれたの大きいぞ。発電機も結構離れてるところにあるからいいっすね。あそこおじいちゃんがあそこやってたと思うんだよな。ナイスすぎる。やべ、見られた。さあ、あとはゲートを開けるだけ。わりかし近いな、ゲートの間隔が。
うわ、ノーワンかよ。マジ？いや、練習中のアスっぽかったからやっぱノーワンか。いや、俺デッハないんだよな。ありがてえ、ありがてえ、マジ。ただあの人やばいか。いやーマジか。こっち来てくんねえかな。あ、終わりか、マジ。やべえ、あのちょっと待って、あれ見てなかった。やばいやばいやばい、釣り回数のあれ見てなかった。やばいーやばいー。出ようか、もう出よう。いやまさかのノーワンか。ノーワンナース怖。自分もね、練習中で結構よくつけてたんですよね、ノーワン。いやでもこの人、あ、18か。パソコン版の人かな。普通にうまかったけどな。いやー、ということはアーカイブ、いやできなかった。これね、意外とあれなんですよね、難しいんですよね。や、結構やってるんですけど。はい、ってことで今回アーカイブはダメでしたが、無事に脱出できました。ということで、では。